例えばじゃあ日本でその自殺された方というのが最近話題になってますけど、餓死するタイプの自殺ってあんまないんですよね日本。高齢者の人とかでその病気でなんか苦痛に耐えるのが嫌だとか、もう体が動かないし周りに迷惑をかけるぐらいだったら死ぬっていうのがまあ日本の自殺で一番多いパターンなんですけど、でまあそれは置いといて、割とその日本で自殺が話題になる場合って若い人が精神的な理由で死ぬパターンなんですよね。経済的な理由で死ぬパターンってほとんど実はお金じゃないんですよ。会社を潰しましただから死にますみたいな、死のうが死ぬ前が会社潰れたの変わんないんですよ。だから別に要は会社が潰れた状態でその周りで生きていくのが嫌だから死ぬなんですよ。要は会社が潰れてお金がなくなったから死ぬではないんですよ。会社が潰れてお金がなくなったという状態で周りから言われたりお金がない生活をするのが嫌だから死ぬで、最終的には気の持ちようなんですよ。国によっては本当にその食い物なくて死ぬっていう人はいるんですよ。ただ日本はその状態にはならないので、基本的にその日本で死ぬ場合っていうさっきの病気の人は置いとくと心の病なんですよ。心の病で死ぬ場合って大体世間体なんですよ。もともと知り合いのいない人ほど自殺しないんですよ。知り合いがいて何か状況が変わって周りにこう思われるのが嫌だとか、周りからこう言われるのが嫌だとか、その周りの人間関係が嫌になって、でそれをリセットするには、あ死ねばいいんだっていうのでリセットするっていうので選ぶ人が多いんですけど、全然知り合いがいないところで暮らすことができないという前提がまずその人の中にあるんですよ。ここから逃げるにはもう地球上から存在をなくしてしまえと。でも別にそのじゃあ例えば赤羽でうまくいかなかったら板橋に行けばいいし、板橋でうまくいかなかったら足立区みたいな治安の悪いところに行くとかって手もあるんですけど、他のところに移動して逃げることができるっていうことが分かってない人が多いんですよ。僕はまあ、日本がめんどくさいんだったら別にアメリカでも暮らせるよねっていうのが大学生の時分かってたっていうのもあるので、あとその、まあ、赤羽っていう街の特殊性もあって、多少の気違いだったら浮かないっていう。詳しくは北区赤羽っていう漫画、清野さんが書いてる漫画だったりとか、山田さんが主演してるドラマがあるんですけど、そこで僕の地元の赤羽っていう地域がこうまあ、クローズアップされてこう漫画になってたりドラマになって描写されてるんですけど、まあ、大体みんなおかしいんですよ。まあ、みんなおかしいわけじゃないですけど、まともな人もいるんですけど、おかしな人が結構赤羽にいるんですけど、赤羽っておかしな人がいることをおかしな人におかしいよやめなさいとかってあんま言わないんですよね。あ、この人はおかしいよねって思ってそのままスルーっていう、おかしい人がいる社会を割と受け入れるっていうのがあって、なのでなんか他の地域で、まあ、僕そんなにその子供の頃育ってないので分かんないですけど、他の地域に比べると多分赤羽は緩いんじゃないかなと思うんですよね。有名人の人だとそのどこ行ってもなんか指さされちゃうみたいな、今回亡くなった人が結構有名で顔も売れてる人なんですけど、最近なんかあんまりその仕事がなかった説みたいのがあって、まあ、真実は分かんないですよ。でただ実際問題、まあその仕事がなかったっていうのもあるのかもしれないですけど、で日本の社会の中でそのなんか何が嫌とか SNS で言われるのが嫌とかであれば、じゃあその SNS やめればいいじゃんとか、日本の社会が嫌ならもう日本出てけばいいじゃんとか、いくらでも選択肢はあるんですけど、選択肢がないっていうのはどうなのかなっていうふうには思います。はい、安楽死をしたい人は僕はすればいいと思うんですよ。ただ僕の友達がするんであれば積極的に止めに行きますね。僕が嫌な気持ちになるから。だから例えばその僕の友達で、じゃあ日和さんっていう人が安楽死しますって言ったとしたら、多分殴りに行くと思うんですよね。これから死ぬんだったら殴ってもいいじゃないですか。だってこれから死ぬんだもん。だから痛いって言ったらじゃあ死ねばいいじゃんみたいな話で、なのでとりあえず殴りに行くと思うんですよ。で殴りに行って、でこれからじゃあ安楽死の薬打ちますっていう時に、多分打とうとした瞬間また殴ると思うんですよ。死ぬぐらいなんだから何でも我慢できるわけじゃないですか。で多分ずっと殴り続けると思うんですよね。殴り続けて、でもう殴るの飽きたわって自分が思ったら、多分どうぞ行ってくださいってなると思うんですよ。でそのどうぞ行ってくださいって時って、多分もうこの人死んでもいいなって僕が思った時なんですよね。スイスかなんかで安楽死の時に自分の知り合い全員呼んでパーティーをして、その後にそのゆっくり死んだみたいな話があるんですけど、普通友達止めねえって思うんですよね。本人がまあ死にたいっていう気持ちはわかると。でもだから僕は本人の気持ちどうでもいいんですよ。僕が嫌な気持ちになるのが嫌なんですよ。普通の目の前でひいおやじが死んで、なんか死んだ瞬間に尿とかうんことか垂れ流して汚い体液出るじゃないですか。そんな場所にいたくないじゃないですか。だから多分ずっと殴り続けると思うんですよ。
っていう感じで、その僕がそのひいおやじが目の前で住むのが嫌、その死ぬのを見るのが嫌だっていうのがあるので、多分その安楽死をする人っていうのがいたとしたら、僕は殴り続けると思います。はい、以上です。だから横浜見てロケット、それはまた違うんですけど、だどちらかというと僕はエゴなんですよね。僕が嫌な気持ちになるのが嫌だから、その人が死のうとするのを止めるっていう。なので、あの自殺を止めるかどうかっていうので、僕赤の他人の自殺って止める気になれないんですよね。その人なりに多分死にたい理由があったと思うんですよ。その人が死にたい理由で、例えばじゃあ借金3億円あるんです、死んだらあのチャラになるんで死のうと思うんですって言われて、生活保護とか無理なんです、あのヤクザに親とかで拉致られてるんでとかになったら、そっかそれは死ぬしかないねっていうので、その自殺を止める人って、その3億円を身代わりできる人は止めるべきだと思うんですよ。分かった分かった、じゃあ3億円出してやると、であれば自殺を止めるべきだと思うんですけど、僕赤の他人に3億円払う気ないので、ああそうっすか、大変っすね、撮影していいっすかって言って、多分撮影してその人が落ちて、ああ死んじゃったっていうのを見て110番すると思うんですよね。これなんで撮影したかっていうと、まあ、YouTube に上げて再生数稼げるって話じゃなくて、通報した時に撮影しないと、あの僕が殺した疑惑もあるじゃないですか。要は僕が突き落としたっていうことにされると、だから あくまでその僕は殺してないよっていう証拠はきちんと残さなきゃいけないので撮影もしますし、まあ、多分あの友達同士で回してみるとは思うんですけど、こんな場面があってさみたいな、はい、なので、あのもし皆さんもあのそういう場面があったら、とりあえずあの撮影をしてみるといいんじゃないかなと思います。善意でその例えばじゃあ自殺をしようとする人を止めようとして手をかけたけど落ちてしまったっていうのになったとするじゃないですか。たまたま遠くから見た人が、人が押したように見えたって言った場合に、確かにだって止めようとしてるのと押してるのって動きは一緒じゃないですか。落ちてしまいました、で死体を調べたら僕の指紋がありました、遠くから見た人が、人が押したの見たよって言われたら僕逮捕されると思うんですよ。そのたまたまその人と仲悪かとかだった場合、動機もありますよねとか言われて、じゃあ指紋ついてます、証拠あります、動機もありました、でもちろん証人もいます、もうアウトですよ、完全に有罪ですよ。なので多分殺人罪になると思うんですよね。っていうのがあるので、その事件にあった場合ってひとまず撮影した方がいいと思うんですよ。その痴漢にされましたとか痴漢しましたでも何でもいいんですけど、状況によってはいくら自分がやってないって言っても周りの状況から見たら、いやいやいや、これは言い逃れでしょってなっちゃうんで、なので撮影するって結構大事なんですよ。別にその人が死ぬところを見るのが面白いから撮影するっていうのが 100% なわけではなくて、自己保身っていうのもあるので、はい、恋人仕事充実している、何に悩んでるか自分でも分かってない、友達が死にたいと電話してきた時の対応、あ、まあとりあえずその友達の家行って一緒に酒飲めばいいんじゃないですか。嫌なことあったんですよ人間あのどんなに恵まれても嫌なことはあります。アラブの石油王とかでもね、嫌なことあるんですよ。毎日毎日なんかあの1000万円とか何億円とか湧いてる人でもきっと嫌なことあって、嫌なことが臨界点を超えると死んでやるって言って死んじゃう人もいるんですよ。日本人で自殺する人いっぱいいるじゃないですか。世界という基準でいくと月の収入1万円とかが普通なんですよ。でも日本人って普通に働いてると月の収入20万とかいうわけじゃないですか。もう20倍金持ちなわけですよ。だからその要は20倍金持ちどれくらいっていうと、月の収入20万円の人にとってみると月の収入400万円の人なんですよ。月の収入400万、年収5000万の人がなんか俺辛いから自殺するわって言ったら、いや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 、お前年収5000万で何言ってんのってなるじゃないですか。あと全然関係ないですけど、あの石川さとみさん、石原、名前忘れた。あの有名なタレントさんがあの結婚されて一般男性と結婚されたみたいなニュースがあったんですけど、その一般男性の人があの外資系の企業でなんか副業でなんか年収5000万円みたいなのが書いてあって、いやいやそれ一般男性じゃないでしょと思ったんですけど、まあ、全然話変わるんですけど、まあそんな感じであの石原さとみ、そう石原さとみさん、すいません、はい、まあ置いといてっていう感じで、あのどんなに幸せだと他人が思うような状況でも、その本人にとってみたら死にたい嫌なことっていうのがあったりするので、なのでそれはあの全然理解できねえと思っても、まあ友達だったらあのとりあえず横に行って一緒に酒飲む飲んでればいいんじゃないですか。横に酒飲んでくれる人がいたら基本人は自殺しないですよ。まあ酒飲まなくてもいいんだけど自分のその気が許せる友達が横にいて突然自殺できる人ってあんまりいないんですよね。
ストレスって時間が経てば必ず下がるんですよ。なのでそのすげえ嫌なことがあった、痛えって思って、友達がいます、で友達の目の前では死ねないで、時間が経つとストレス値ってだんだん下がるんですよ。なので横にいるだけで大丈夫です、死なないです。生まれてすいません、誰に謝ってんの。なんだろうね、これ例えばさ、そこら中にさ虫とかさ細胞とか細菌とかさウイルスとかいらっしゃいますけど、生まれてすいませんとか思ってないと思うんですよ、まあ、そこら辺の蚊とかがさマラリアとかばらまいて年間100万人くらい人殺してますけど、生まれてすいませんとか思わないわけじゃないですか。そうさ、生まれてすいませんの人ってさ誰に謝ってん の、 そのコメントで書いたってことはさ僕に謝ってんの。あなたが生まれたことでなんで僕が迷惑がかかると思い上がってんの。あなたが生きようが死のうが僕は何のこう生活に変化はないわけですよ。なんだろうね、うん、謝るべきほどの迷惑をかけられると思ってるのかお前はぐらいの。はい、すいません。長生きは人に迷惑かかることが多い。そうなのかね、迷惑をかけないで生きればいいんじゃないの。